俺が思うに、いいバーテンダーの条件とは、寡黙で聞き上手であることだ。その点じゃゲームは誰よりもダメなやつだったな。昔スピード違反であいつのこと捕まえたんだ、チャリのな。入試用の小論文よく見てくれたわ。そんなの書いたことなかったはずなのに、ゲイブは。ゲイブからライブしに来いって言われてさ、そのおかげでシアトルからここまで来る羽目になって。ゲイブは面白いやつでな、よく笑わせてもらった。今日はそのうちのいくつかを紹介しよう。まずは2年前のことじゃ。罰金を払わせるはずだったのに、気づけばなぜかビールをおごってたよ。あいつさ、ライブの間ずっとニヤニヤしてて、あの顔がなぜか忘れられないんだ。つまり奴はずっと勘違いしとったんじゃ。5つ目は、誰にでも優しかった。一緒にいるだけで明るい気持ちになれた。世界で一番のホラ吹きじゃった。一生忘れない。初めこそよそ者だったが、あの男も今では家族だ。この世を去ってもな。この辺にしておこう。悲しいことだが、あの夜のことは不幸な事故だ。今できるのは、俺は不幸な事故なんかじゃない。おい、まだ終わってないんだぞ。俺の衛星電話を使ってゲイブがちゃんと逮捕に連絡したんだ。でもあいつら無視したんだ。それであんなことに。ちょっといいか。あの日は俺が当直だったが、電話はなかった。一度も。嘘だ。アレックスも電話したのを見たはずだ。なあ、そうだよな。うん、確かに電話してた。お前の話と食い違ってるようだな。そう言われてもな、嘘はついてない。疑うなら好きにしろ。まあ落ち着け。この件は捜査中で今は。お前あの日ゲイブといろいろあったんだろ。ライアン、レコード屋でも血眼になってゲイブを探してたよな。なんで探してたか当ててやるよ。ライリーの件だ、違うか。おい黙れよ。その後ボコボコにされてゲイブの部屋から出てきたお前も見た。おい、そんなことがあったお前にたまたまあの電話を見逃したなんて言われてもな。だから電話なんてなかったって言ってるだろ。てか電話したってのが嘘なんじゃないのか。あいつそんなに信用できるやつじゃなかったしな。ふざけんじゃねえぞ。そこまでだ。何があったか知りたいのは俺も同じだが、今日のところは。止めないでくれ。ゲイブを嘘つき終わりしやがって許せねえよ。違う、俺はただ。もしもう一度ゲイブのことバカにしやがったらただじゃおかねえからな。やめて、もう限界。ことするために集まったの？そうじゃないでしょ？わかってる？
ああ、そうだよな。でも、俺はただ、俺が死なせたわけじゃない。どうだかな。おい、てめえ今なんて言った。ライアン、よせ。おい。聞いた話じゃ、ゲイブが死んだ原因はお前が。いい加減にしろ。いや、言ってみろよ。言いたいことがあるんだろ。聞いてやるよ。お前ら、その辺にしとけ。いいや、変に疑われて黙ってられるか。ゲイブが死んだのは俺のせいじゃない。お前がロープを切ったからだ。ほら、解散だ。ねえ。何？ひどかったね。だね。大丈夫？あんまり。でも、平気。辛いなら、無理はしないで。うん。その、汚いけど、ちょっと、上がってく。うん。ギター弾くの？まあね。あの日にもらった。兄さんから。そう。ゲイブが店の前でウィリー練習してたのを思い出すな。あいつさ、派手にこけて死ぬほど笑ったんだよね。ラープもめっちゃ楽しみにしてた。イーさんのためって。自分が一番燃えてたくせに。兄さんらしい。だね。この写真、去年撮ったんだよね。これ。マジで？ステフ、取ってあったんだ。バーカ。悪いけど、少し一人にして。うん、わかった。ステフ
がああなったのはあのボトルのせいだ。それならイーサンの時と同じ方法を使えばなんとかできるかも。よし、じゃあまずはステフの感情に触れてみよう。ステフを制したゲイブ・チェン、初代チャンピオンの座を勝ち取りました。もう最悪、なんでこんな町に残る羽目に。ここに残りたくてわざと負けたんだろ。分かってるよ。うるさい。くそ、お前のキャラ強すぎだろ。はいはい好きなだけ言い訳しな。勝つまでやるぞ。もう諦めなよ。なんてバンドだ。ドントシットオンマイヤードだよ。ギタリストの腕が一本しかないんだ。すげえな。もう諦めな。バスも予約したし。いや、もう一戦やろう。俺が負けたらバス代をおごってやる。勝ったら街に残れ。よっしゃ、バス代いただき。仕事ゲットおめでとう。あれ、言わなかった？仕事は断るわ。デンバーに引っ越し。は？マジで？事情は大体わかった。まだ信じられないよね。うん、あいつがいたから。ねえ、ごめん。今勝負しない？ゲイブとも遊んだな。え、そうだったの？そう、まあ、いいや。でも今はちょっと。ったく。五点選手？わかった。で、兄さんとはよくやってたの？うん、しょっちゅうやってたよ。じゃあ強いんだろうね。さあね。バンドをやってたんでしょ？うん。担当は？ドラム。ドラム歴は長いの？うん、かなりね。さあ。よっしゃ、勝った。まあ、しょうがないね。全力出した結果だしね。全力じゃなかったって意味なんだけど。ああ、ごめん。まあ、それもそうか。本気なら、ステフが。
負けるわけないもんね。ふん、生意気言うじゃん。いや、ごめん。ただの冗談。でも、こういうことやってると気が紛れるんだよね。行くよ。今度はマジで行くからね。油断すんなよ。するわけないっしょ。よし、絶対集中切らさないでよ。はいはい。北西部最高のバンドは？まさか気をそらそうとしてる？誤解だってば。ちなみに答えはスリーターキーね。マジで本気だったんだけどな。いや、ちょっと待って。もう一回やろう。この一回に勝利した方が真のチャンピオンね。いい？どうしよう。やろうよ。ゲイブだったら 100% 受けるはずだよ。わかったよ。行くよ。最終決戦。すごい気合。感心してないで気合入れて集中した方がいいよ。わかってる。男と女、どっちが好き？まあ、女の子かな。やっぱね。特にテーブルサッカーが上手くて、ラジオ DJ やってて、さらにニット帽なんか被ってたら最高じゃない？それは熱いね。上見て。じゃあ、引っかからないか。ね。ありがとね。おかげで楽しかったよ。マジも下手し。そっか。私に必要なものよくわかったね。いや、偶然だよ。やりたくなっただけ。これからどうするの？何が？マックのことだよ。どう見ても嘘ついてる。バレバレの嘘だったよね。あんな嘘普通つかない。うん。まずはあの夜何があったのかはっきりさせなきゃ。泣き寝入りはしたくない。手伝わせて。私にも。うん。頼りにしてる。仕事に戻るよ。うん。
じゃあね。じゃあ。兄さんは絶対電話した。マックはわざと爆破を止めずに見殺しにしたってこと？私だってやればできるんだから。シュシュ、いつも一緒にいてくれてありがとう。再会したばかりなのに、もういなくなるなんて。よし。うん、ちょっとだけ気が紛れた。また落ち込んだ時はよろしく。これで林先生も文句言わないでしょ。最高に楽しかったよ、兄さん。ありがとう。風が答えを運んできてくれればいいのに。これも早く片付けないと。鳥はいない。この街を愛してたんだね。イーさんとやったのかな。もうボロボロだね。これステフがやってたバンドの名前？兄さんとなら楽しめたかな。自分の居場所を見つけられたと思った。何度も失望してきたけど、今度こそって。兄さんと再会できて、ようやく人生に希望が持てた。これまでずっと絶望ばかりだったのに。あの時私に殴られた後も突き放さないで、ここで私を受け止めてくれた。それから私は特別だって。また一人になった私はこれからどうすればいいの。この街に一人で残されて。兄さん、
こんなのを飾るくらいなら空を見ればいいんじゃないの。そんなことせんでいい。マスターさっきのことなんだが、すまなかった。代表して謝らせてくれ。お前やゲームのためにも思い出に残るお別れ会にしたかったんだがな。ありがとうございます。でもいいんです。どっちにしろ家族の死を見送るのは辛いことだし。だからこそのあの会なんだ。一緒に悲しみを乗り越えられればってな。ここでのお別れ会は恒例だ。次はうまくやるさ。まあいい。これからどうするつもりなんだ。マックと話したい。なんで嘘つくのか聞きたいから。居場所わかりますか？あいつはよく花屋で手伝いをしてる。まずそこに行ってみろ。はい。一つだけいいか。奴に会ったところで解決するとは限らないぞ。まあ、あまり思い詰めすぎないようにな。だけど何もしなかったら後悔しちゃいそうだし。それもそうだな。あ、その前にハーブ屋に寄ってやってくれないか。お前と話したいとシャーロットが言ってたからな。それからもっと早く渡そうとも思ったんだが、その邪魔をしたくなくてな。店の入り口と2階の鍵だ。お前さえ良ければ好きなだけいていい。家賃は？居候するのは？心配しなくていい。そういうことはまた落ち着いた後に考えよう。ありがとう。頑張れ。はい。会って話したいって言われても、一体なんて言えば。お酒を備えてもらって兄さんも喜んだかな。ヒゲがないけどこれってマスター？忘れ物かな。予報は雨だったけど降らなかったし。お供えできるもの何か持ってたかな。もっと一緒にいたかった。部屋に戻れば何か備えるものが見つかるかも。
カラトー向けの品揃えだ。あの時ロープを切らなかったらどうなってただろう。ライアンも私も一生考えちゃうだろうな。歴史を感じるな。兄さんのことも覚えててくれるかな。今の気分あの夜は私たちも頑張ったけどヒーローにはなれなかったな。早く落ち着きを取り戻したいもんだな。ええ、そうですね。RM と TB、誰のことだろう。兄さん、毎回ちゃんと聞いてたんだろうな。今なら酔いつぶれても責められたりしないよね。幸せそうだな。その女は死んだ妻だ。あいつを思わない日はないが、ここ数日は例外だな。仕方ないです。